もう次のオープニングの未来が見えない毎回毎回実況する前に絞り出してんのよ。歯磨き粉一番最後にめちゃめちゃ折り曲げて使うでしょ。そんくらいぐらい僕のネタもストックしてんのよそんな僕を褒めたたいてほしいね。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもマルキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースザ・クラウンスルックエクストリームリークレイジーということで、王様もとてもヤバいものを見たということでしょうか。で、やっと来たね、のっぺらぼうさんの新作コース。のっぺらぼうさんっていう方が分かんない方に10文字以内で説明すると、頭がおかしい騙し方を作るとてもぶっ飛んだトロール制作者だね。で、これさ、ツイッターでもらってすぐ消しますって言ってたから、絶対にバグを使用してくると思うよ。いや、すげえ楽しみ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% でさ、みんな任天堂ダイレクト見た？いや、今回のはマジで神ダイレクトだったよね。マリオの新作が2個も3個も出るみたいな。しかもめちゃくちゃ面白そうなのよ。スイッチでやっと 2D のマリオが出るかみたいな。いや、僕 3D よりさ、やっぱ 2D のマリオの方が。マジ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 開幕クパクラー。やっぱマリオって言ったらさ、オープンワールドより 2D 横スクとかの方がしっくりくるっていう方多いんじゃないかな。いや、僕もその一人だからめちゃめちゃ嬉しかったね、あの任天堂ダイレクト。こきたドヒャーって昭和のアニメか。まあ昭和のアニメ見たことないからわかんないんだけどね。じゃあハテナブロックをだらけ、そんで急いで上に行けってことかな。間に合わないような気がするんだよね。ちょっと上行って下行ってみる。あ、勝手にいなくなってくれんのね。そんで一番感動したのがさ、マリオ RPG のリメイクが出るみたいな。いや、それマジですげえ。タイラちゃんのモノマネをしようかな。カツオニー視聴率 0% のサザエさんだね。じゃあ上に逃げておこうか。そしてこのクッパクラウンをクッパクラウン乗れない。なんで。いや、絶対おかしいって。これもバグなんじゃない。あ、ここにバーがあるか。このせいで乗れないみたいな。じゃあどうすればいいんだろうな。あ、カツオニカツオニじゃね。クッパクラウンが落ちてくる前に乗ればよかったのね。はいはい、やばい、今日の動画全部カツオニに持っていかれそうだな。じゃあ早めにクッパクラウンに乗る。そして左上の砲台のところは何もないか。じゃあこれでブロックを壊せるっていうことなんじゃない。そしてこのトゲゾウをかぶっていけばいいんだけど、パワーブロックをどうやって発動するかだな。あ、上のカロンの甲羅。さあ清見をしよう。そして僕がのっぺらぼさんより優れてるっていうところをみんなに見せたい。このカロンの甲羅を蹴ったらブラパがいなくなる。そしてどうかなって、どうかなると思うから先にリンクを取っておく。これが正解だ。なんちゅうことすんだ。え、下に行ったらダメなの？上に行ったらブロックが壊れるみたいな。え、壊れないよな。結局あのリンクいるじゃん。あ、先にこいつを移動させておかなきゃいけないのね。そしてこのリンクを取ると、はいはい、そういうことね。そしてここ盾で防いでおこう。絶対何が来るよ。分かってるよ僕がそう簡単に罠に引っかかるわけがないだろう、のっぺらぼうさんよ。さあ、ここはトゲゾウをかぶらされたね。そして左にはリンクが入ってるって感じか。じゃあ一旦当たってこのリンクをすぐに取る。パックンチョ。分かった分かった。この先にリンクがないってことは、このリンクを維持したまま行けってことでしょ。だからここのドッスの一旦左にある。で、リンクを下に落としておけばいいんじゃない。そしたら上に行けるさあ、のっぺらぼうさんよ、中間ポイントがあるのは分かってんだ。その中間ポイント普通に取らせてくれるくれるなんかやべえバグ来たんだけど。え、どこにいる。何やられた。さすがのっぺらぼうさんのコース楽しませてくれるね。で、今のっぺらぼうさんテスト期間中みたいだよ。だからコメントできないテスト頑張ってくださいね。で、ここはちょんちょんでいいのかな。ちょんした瞬間下に入力晴らす。それ大丈夫。ここか。よしよしよし、あの中間線取れればいいんだ。はい、やったでこれどうやって取れればいいの。なあ、上の方を押してくれないよね。で、砲台も何も出さないみたいだ。すいません、
ここどうすりゃいいんですか？悪意を持ってこうやってしてるんですか？それともこっちじゃないっていうことですか？意味がわかんないよ。これさ、中間ポイント取ったらいけなかったんじゃない？だから中間ポイント取らないで一旦花を右にやる。そして爆弾で右に行けそうだから先に行ってみようか。これで取ってしまったらデカ状態になるからダメだよな。だからフラワーを取っていつかのタイミングでオンオフが変わるみたいな、そして左に行けみたいな、多分そんなことだと思うんだよな。さあ、ここは上のハテナブロック何なんだい。いや、オンオフ変わってくれるみたいな。あ、待って、今思ったんだけど、この場所で中間ポイント取るじゃん。そしてブラパにやられればいいだけなんじゃない？これで一旦行ってみようか。そしてやられたら右の青ブロック開いてるみたいな。難しく考えすぎてた。たったそんだけで受かったのか。じゃあ次はこのクッパクラン乗っていいのかい？乗ったらバンカーなんか来る。下から乗ろうか。あ、なんかあるよ。なんかね、バーみたいなのがあって乗れないんだよな。じゃあ上から乗ることができると。もう無視して進んじゃおう、ここは。でもね、なんかピンスイッチが発動してんだよな。あ、左下のドアに行けってこと？じゃあそっち。じゃあ成功だな。でかすぎんだよ。ちょっと行かしてくれて。いや、こっちの土管がまだワンチャン。なんだ、Pを踏め。左下のドアに行くっていうことは分かってるんだけど、土管めちゃめちゃ気になんない？じゃあ右から左に走って扉の方に行けっていうことでしたね。いや、めちゃめちゃ苦戦した、この場面だけで。ここは隠しブロックあるんじゃないの？まあ隠しブロックとかそんなのっぺらぼうさんはしないよな。じゃあツタに捕まります。このバグマシンが、もう本当に最高。ここ最近のトロールコースの中で一番好きかもしんない。じゃあこれで砲台いなくなる。いなくなってくれたね。そして次はツタに捕まらせてくれんのかい。頼む、捕まらせて。あー、助けて。のっぺらぼうワールドのクオリティが高すぎるって。いや、なんで次はそっちに行ったの。こっちが正解ということはないよな。戻ったらやられるだけだよな。おりゃー、ここかわし方がわかんねえな。砲台に触れたらいけないみたいな。あんじゃねえんだよ。しゃがんでみる。もう意味もなくしゃがんで左を伸ばしてみようか。こういう風に。で、何もしない。で、次はデカクッパクラウンがいるな。これもバグじゃないと作れないんだよな。下行ってみる。この近くの枠は何だ。放っておけばいいのか。ジャッジャーッ。ジャッジャーって何。メットを避けてこのクッパクラウン貫通できんのかな。危ねえ、今跳ね返ったよな。オッケーオッケー。そしてこの青の土管に入っていけと。さあ次は何を待ち受けてるんだ。ここは何もしないでダメでした。さっきからちょっと気になったんだけど、上にオンオフがあるじゃん。あのオンオフをすることによって何か変わんのかな。何か大量に降ってくるみたいな。あ、そういうわけでもないか。じゃあ土管に入っていこう。で、こっから左を進化すればよかったよね。オッケーオッケー。で、また何かバグ来るんじゃないの。あの土管素直に入らせてくれるとは思わないな。ここから左ダッシュしていこうか。なんかちょっといたよ。待て、バッと騙す。もう下から行こう。そして左下のハテナブロックを僕は絶対に叩かないよ。普通に土管に入っていくさ。は？なんかさ、針に当たってないのに当たった判定になってクッパクラウンがひるんじゃったんだよね。だからあそこわざわざ行かない方がいい。そろそろ中間ポイントはまだまだないね。そしてこれは右に行っていいのかい。ジャンプしたらダメ。ジャンプしたまんまでガキノコを取ったら下のブロックが壊れるからね。だからこれでいい。中間ポイントはあったね。絶対に一回で取ってみせるよ。左のハテナブロックはなんだ。コインか。ということはここを叩いた瞬間この砲台がいなくなるから右ダッシュ。それでいいだろう。いやはっ。いや、ここまでは全然いいのよ。中間ポイント1と2までは。ただのっぺろぼさんが作るコースってゴール前がマジで怖いんだよな。何が起きるか分かんないからさ。キロコ様、すぐ右ダッシュしよう。すぐ右ダッシュしてこの記録を取っていく。で、 USA もこの辺で出てきたよね。オッケーオッケー。で、雲を抜いて。これ何、2個重なってないか、このクッパクラン。え、どうしたらいいの。あー、もう抜け、抜くんだピオキング。バグなんて恐れるな。あの茶色両津関係長抜いてやればいいさ。さあここで抜いてどうなる。これは乗れるのかい。乗れないけど靴には乗れたな。あ、この靴に乗っていけってこと。オッケーオッケー、そういうことか。そしてこのオープンブロックを叩く以外ない。そして左に逃げるよ。どうなる。危ねえ。あ、危ないのか。このままが引っかかった音楽なんじゃない。え、どうだろう。下に行ったら何がある。あー、ピー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 。ここの進み方がまだ分かってない。音符を叩いてすぐ右上ジャンプしてみようか。なんかここ足場あったんだよな。あのクッパクラーンに乗って右下に行くっていうことはないよね。一旦乗ってみる。あっあっあっ。
シンプルでいいね。クッパクラウン無視していこうか。もういいことないよ、クッパクラウンを求めても。大体さ、クッパクラウンって罠系が多いよな。そしてあのカギ棒を踏んでいけばいいのか、すぐいなくなるとか、そんな感じで下に落とすんじゃないのか。バイーパピーパピーパピーポーピーピーパーパーパピーパピーポーパーパーパピーパピーポーピーポーペーペーペレペレピー、上に行きたいけど気しかない、先に行かしてよね、上に行けない、行けた行けた行けた。そしてここでジャンプして右に行く。うわ、あの砲台もなんかありそうだな。でも行くしかないよな。吐く、吐いてすぐ左に逃げる。あ、なんか隠してるよ。オッケーオッケー。なんで雲すり抜けんだ。ここさ、雲すり抜けてしまったんだよね。わかる、ほらほら絶対登れないの。こんなん分かるわけねえじゃんか。バグってるやつは表情変えてくれって怒ってるみたいな。そんなんだったらバグってる意味ねえんだよ。さあここでパワーブロック発動してすぐ右に逃げようか。オッケーオッケー。あのフラワー取らない方がいいと思う。絶対罠だよ。50個位の方は怪しい。だからこのデカキノコを取っていくさ。ボムちゃんがいたね。え、ボムちゃんがいないとこの先に進めないみたいだ。いや一旦捨ててよ。なんか頼む、これお前邪魔すんだって。カロンのコーラさ、やっぱ壊れないよな。実はここから進めますよみたいなことがあるわけねえだろ。もう分かったもんね。ここはカロンのコーラを捨ててこの状態で踏めば多分ね、右のブロックが壊れて先に進めるみたいだ。よし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 。でチビになって進めてころかな。今なんか左落ちそうだったね。落ちていい？あ、落ちてはいいけど別にこっから先進めることない。いや進めたね。オッケーオッケー。いやこれのまんま先進める。いやダメか、結局この砲台に当たらなきゃいけない。うわ左行きてえな。どうしよう。ちょっと行ってみる。このの完成1回でしょ。いやこれ何なんだろう。いや分かってるって。そんな音楽流さなくても。これは何、コインか。そして次はバカだ俺は。もうお遊びなんてしない。ちゃんと土管に入っていこう。そろそろゴールがあってもいいんでねえの。ピンコインしかないね。このピンコインを取って鍵を手に入れれませんでした。じゃあここでヒップドロップをする。それで大丈夫だ。おっじゃあこれノーダメージでこれだよ。頼む、カロのコーラが必要みたいだ。でファイヤーフラワーがいるって書いてるけど、ファイヤーフラワーとか持ったまんまこっちには来れないもんな。だからこの土管で合ってる。絶対そうだよ。ヒント、なんか違うっぽいね。ヒント、 DRO ドローかな。あ、なんかさっき見たね。ここ、この音符を叩いて、そして次はどうするの。Z、 ここ投げ込めってこと、何かを。そして、あ、靴のまま入るってことかな。この靴のまま入る。ダメじゃねえか。今さ、もう一回ヒント見てきたんだけど、この右上にある音符ブロックがあるじゃん。これを叩いて靴落とせっていう感じだったね。それをさっきは僕自分の身を落としちゃってたっていうバカなことをやってましたね。さあここで靴を手に入れてファイヤーフラワーを手に入れる。これで罠が変わってるんだよきっと。絶対そう、先に進めるようになるみたいな。なんだお前は、邪魔くせえな。さあここはさっきと同じなのかい。うん、なんかさっきと違うな。これはいける。頼む、頼んで。オッケーオッケー。でこのカロンのコーラを履いて、ここはすり抜けてしまうな。あ、なんかパウの形変わってる。パウの形ね、パウの場所変わってるよ。ここやめて、またすり抜けか。降りた瞬間左を進化する。それで多分回避できると思うんだよな。多分回避して、よしよしよし。そしてここは多分ボム兵がいると思う。オッケーオッケー。ここは何も変わってないっていう感じだね。でファイヤーフラワー、これで右下にファイヤーフラワーが出てきてるとか。このまま右行ける。いや行けないよな。あー、右上でねチビになって行けっていうことだね。いや何やってんだすいませんね、時間の無駄しちゃって。さあ土管に入っていこう。そろそろゴールが近いと思うんだよな。頼む、ゴールあって。ここはさっきと一緒かい。どうなんだ。一旦このコインを取っていこうか。やっぱ何も意味はないよな。そしてこれで抜けていく。さあファイヤーフラワー状態のまま来れたよ。で右上の氷を溶かしていけと。うわー、ここね絶対ゴールありそうな気がする。このさ、オンオフの中ゴールとかそんなんはないから。いや多分ないと思う。あー、ないか。やったー。え、いや右行けなかったんだけど。おかしい、でもそういうのやめろって。うわどうしよう。じゃあもうこっちのドア行くしかないよな。何が待ち受けてるんだい。あ、これさ実はゴールなんじゃない。頼む、チェックポイント戻しなきゃ。やめて。え、あ、これ左
左に行ってやられるだけみたいな。あ、そんな感じか。はいはい、優しいね。のペロボさん、中間ポイント戻しがないなんて。でも任天堂に報告するからだ。ならジャンプだ。右に行った瞬間ジャンプしなきゃいけないんだよ。早く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 、やめろいや、やっぱりね、のっぺらぼうさんの作るコースめちゃめちゃ好きだね。今回のは結構難しめだったんだけど、最高のコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオフォートレス P ということで、 P スイッチの要塞ということですね。説明文に P スイッチをうまく活用して要塞を攻略しましょうって書いてるんだけど、サムネを見る感じ大量の P スイッチ、そして毒キノコが3つ、ピンクコインが3つあるから、あのピンクコインを取ってさらに上に戻らなきゃいけないみたいな、そういうコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.22%。 ただあの毒キノコがどういう動きをして邪魔をしてくるかなんだよな。そんでゴール条件はコインを3枚取ってからゴールか。まあ、今回のコースはね、パズル的な匂いがプンプンするね。で、毒キノコ動いてないんだな。一旦下まで行ってみる。これどこで毒キノコ動くんだろう。なるほど、毒キノコの上の P スイッチを踏んだら出てくるんだね。じゃあさ、早めに P ジャンしてこの毒キノコを避けれないかちょっと試してみて。ここで早めに P ジャン、あ、避けれるんだね。しかも P スイッチも回収できたよ。じゃあこの毒キノコちょっとどいておけ。いや、こっち来るか。いや、ちょっと待って、潰れると思ったら意外と潰れないんだな。そらそうか、さっき潰れなかったもんな。ダメー、あんまりさ P スイッチ使いすぎると戻ってこれなくなりそうだから、何個か向こうにやっておこうか。そしてすぐ右に逃げる。 OKOK で、この P スイッチを重ねておいたらこの毒キノコ来れなくなるんじゃない？多分2段までは来れると思うんだけど、3段目は来れるかな。3段は、あ、3段来れないのか。でも2段は来れるってことは、ここに置いておけば大丈夫。 OKOK そして次は一番左を一旦一番下までやろうか。そしてこっからなんだけど、これ取ったら来るかな。取った瞬間左に逃げる。これさ、一番最初に毒キノコを封鎖する準備しておいた方がいいよ。これで一番左の毒キノコはもうこっち側に来れないと思うんだよな。まず右にやって左にやる。そしたら来れないでしょ。 OKOK さあ、こっからだよな問題は。あ、じゃねんだよ、情けねえ声出すな。さあ、ここで左側になるべくピースイッチをやっておこうか。で、上からどんどん攻めていくで合ってるんだけど、あんまり使いすぎるとさ、本当に戻れなくなっちゃいそうなんだよな。ここもジャンプするすぐ。 OKOK で、このピースイッチじゃねえや、この毒キノコは戻ってこれないから、これ手助けしておいて一旦右にやらなくちゃいけないんだよ。さあ、2体集まったね。で、こっから、左にどんどん重ねておこうか。2枚取れた。で、ここも2段、いや、3段くらい重ねておく。そしてここでジャンプして取っていけばいけそうじゃない。これこの下あるでしょ。うわ、まだか。この下、はい、毒キノコ。さあ、こっからが勝負。1体ずつ行こうか。1個ずつ。 OKOKOK そしてこのピースイッチを落として、これセピーじゃん。いたきゃ、毒キノコ猛烈立てつくんじゃねえぞ。いや、これはめちゃくちゃ頭使ったね。でも本当面白い、このアイデアの一発マリオ、さすがわらびさんっていう感じだね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。